収録中の僕ら同業に対するなんかプレッシャーみたいなの感じません、うん、どういうことどういうこと収録中のどういうこと俺それ感じたことがないね教えてもらっていいかなもうあれはもう僕チェックしてたら、うん、これをキツさんどうやってやっていくんだろうなってすごい楽しみでいたシーンなので、そういった意味でプレッシャーとか感じないのかなと思って、はい、もやりがいのあるお仕事いただいて、ありがたいを感じている、まあまあね、明らかにこう他のキャラと絡めにくいんだろうなっていう出番の登場の仕方をしておりますけれども、また1話と最初に絡んでた相手が、ヤマンバギリっていう、ヤマンバギリさん、ね、元作、まあ、あの人あれなんですね、新作じゃない、写しっていう、でね自分でも、まあまあまあ、こたつ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 じゃない、まあ雪景色で始まりましたけど、こたつやめて、こたつ好きかもしれない、お前元作やろ、やめて、お前こたつ元作やろ、死んだら傷ついちゃうから大事に大事にしてる、大事にしてる、いやまあまあ、その新作としてのプライドをね、持ってやってますよ。なるほど。それなんか次め、うん、もう一つのサニオタさんのやつがあったんですけど、うん、はいはい、大見の大月さん、サニオタネーム、大見の大月さんからいただきました。ありがとうございます。うんうん、ハチスカはよく、新作と元作は違うんだよと、うんうん、自分が新作であることを主張してきますが、うん、彼のようにこれだけは譲れないというこだわりもありますかと。なるほどね。小木さん自身に、うん、まあ、ハチスカのような、こだわりというか、いやもう僕が新作ですよ、うん、だから僕自身なるほど、偽物ではない、偽物、僕が演じているんだから、どのハチスカ虎徹も全部僕が虎徹ですよ、それが僕がハチスカ、なんていうかその自信というか、そうです、僕がおきつだ、僕がおきつですよ、俺だけが違うみたいなこと言われても知りませんよそんな違うなんていう人いないでしょ、別におきつさんに対して偽物だろうって何に対して、本物どれみたいな。何に対して偽物がたまに現れる。お前だろう、いるんだ。言われることがある。僕がオフィスだと。そうですね。たまに、ね。僕だと。そこは、ハチスカ並みの自信を持って、そう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 、俺がオフィスだ。そうそうそう、まあ。いろんな媒体がありますからね。そうですよ。うん。まあ、こだわりと、ね。こだわりがあると。何でもこだわっていきましょうよ。こだわっていきましょう。うん。ちょっともう一つ、もう一つ、あ、はい、じゃあ、すごい、すごいの来てますよ、うん。これ面白いですね。オフィスさん、じゃあよかったら。あ、僕自分でこれ読みますね、じゃあ。いいですか、はい。サニオタネーム、UV カットサングラスさんですね。はい、いただきます。ね、はい、花丸ライブビューイング広島会場に行きました。ありがとうございます。1話上映中、朝日を浴びるハチスカのシーンの時に、うん、ハチスカが言葉を発した後、突然映像が乱れたのです、他の会場に行った友人たちも同じシーンで映像の乱れがあったと言っていたので、あれはきっとハチスカの輝きが影響したんだと確信しております。新作の虎徹であるハチスカってすごいですね、かっこ笑いこれ本当本当らしいですよ。すごーい、うん、うちで見ても眩しかった。ここだけすげえ光ってるな。だからサングラスとか色眼鏡とかっていう名前の方が多いですかね。そういうことか。まばゆすぎる。サニオタネームもね、ハチスカさんに沿ったちょっと。